はい、どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、まあ、干渉してくる親っていますよね。やっぱりね。何歳になっても、子供の人生に関わってくるというか、よく結婚するとき親の許可がなんて言いますけど、あれもな、過干渉ですよね。正直ね、もうお互い大人なんで。で、そんな、干渉しまくってくる親。これを、放置しておくとどんな悲劇が起きるのかというですねことをですね今日はシンガポール国立大学などが行った調査をベースに解説していきたいと思います。本日のワインも、プロモンタリー、2016年でございます。はい、もうねプロモンタリーが美味しすぎる。はい、神ワインですね僕の中ではね。はい、乾杯。値段も上がってしまったので気軽に飲めるワインじゃなくなってきてしまったんですが、さあそれは置いといてですね。はい、カリフォルニアワインなんですけど、今回のですね研究はですね、実はこれ干渉がね多い親、例えば、子供にすごい干渉する親に育てられたですね、あの人ってどういう風になっちゃうのってことを調べたと、そういう研究ですね。結論から言うと非常に自罰的、自分を無駄に責めがちになっちゃうということが分かっております。はい、実際302人の親子を対象にした研究でですね、7歳の時点から調査を始めて5年間に続き調査して、親がどれぐらい子供に干渉するかみたいなことを調べて、そのですね子供に干渉しまくる親の下で5年間子供はどのように成長するのかということを調べた、そんな研究ですね。で、結果何が分かったかっていうと、干渉が多い親に育てられた子供ほど自分を批判するという傾向が高かったということが分かってます。要するに親が、子供に良くなってほしいと思って干渉すればするほど子供は自己批判が強くなっちゃうんですよ。で、自己批判が強くなるともちろんいろんな問題が起きて、例えば、抑うつ症状、うつっぽくなっちゃったりとか、不安が増加したりとか、人間関係で問題を抱えたりとか、こういうことが起きやすくなっちゃうんですよ、実際にね。だからよく過干渉が良くないよとか、親はね子供をある程度自由にされてないといけませんよっていうふうに言うんですけれども、これは親が干渉すればするほどこういうふうに自分を罰する性格、自分を無駄に批判する性格、自分を肯定できない性格を作ってしまうということなんですね。しかもこれ何が怖いかというと、7歳から12歳までのたった5年間でもこんだけのインパクトがあるんですよ。だからもし皆さんが30歳とか過ぎてもまだ親が干渉してきますとか、大人になっても親が干渉してきますってなったら、この何倍もの影響を受けるはずなんで、結構やばい話になるわけなんですよね。で、研究チームはこう言ってます。こういった行動は不適応、的完璧主義というふうに言われてまして、時間が経てば経つほど、うつ病とか不安とか、まあ、最悪の場合は自殺するみたいな、そういったリスクが上がるということが分かっているので、もう子供のですね、幸福、てかそもそも引いてはその人の人生の幸福に対して悪影響を及ぼしかねないということが言われてるんですね。要するに親が干渉すればするほど、お前は不十分なんだと。親がいないと生きていけないんだと。で、そして、親からするとね、当たり前だけど子供からしたらさ、親ってすごい大きい存在なわけですよ。完璧に見えるわけですよ。でも大人になったらさ、大人なんとかろくなもんじゃないじゃないですか。うん、僕も今思いますけど、そう、僕ずっと子供でやばいなと思ってたんですけど、大人になってから思いますもん。僕もろくでもないけど、周りの大人もっとろくでもない人いっぱいいるので、まあいいでしょ、したら自分もって思えるようになるんですけど、親から干渉されるとね、そう思えないんですよ。なぜかずーっと親にコントロールされるんですね。自分一人で生きていけるようになっても、なんなら収入が自分の方が親よりも上になっても、やっぱりね、ああだこうだ指示されて、それに従っちゃうわけなんですよね。怖いですよね。で、しかもね、これね、怖いのが、親の干渉によって完璧主義を刷り込まれてしまうと、完璧主義な人って自分一人で全部やろうとするんですよ。自分を批判しまくって、自分を否定しまくるのにもかかわらず、誰にも助けが求められないって性格になっちゃうんですね。これが実は一番やばいんですよ。人に助けを求められないのに自分一人で自分を罰しちゃう性格になったら、自分を含めて味方が誰もいなくなっちゃうんですよね。こうするとやっぱりいろんな問題抱えやすくなるので、ぜひですね、親の干渉が強かった方は、完璧主義の対策だったりだとか、あとはセルフコンパッション、自分で自分のことを認められるようになるためのトレーニングがあるんですけど、こういったものをやっておくことを強くお勧めします。で、セルフコンパッションだと、マインドフルセルフコンパッションワークブックって素晴らしい本があるので、これワークブック形式になって書き込みながらやっていくんですけど、これぜひやってみてください。番組の概要欄の方にリンク入れておきますので、だいぶ人生変わると思います。はい。人間なんかね、大体みんな違う方向にそれぞれろくでもないので、ろくでもないのは自分だけじゃないので大丈夫ですよ。自分を否定しなくても。僕なんかもだいぶろくでもないことが去年ちょっと露呈しましたけれども、それでもまあこうやって楽しく生きてるんで、大丈夫です。僕よりは皆さんの方が、まともだと思いますんで。はい。で、あとは完璧主義。なんですけど、完璧主義はやっぱり親以外にも影響があって、親だけじゃなくてやっぱ他人の期待に左右されるっていうのが完璧主義の一番やばいところなんですね。で、こういった他人の期待から自由になるための方法を完璧主義の取扱説明書、取説ということで、一応概要欄の方でから D ラボで見れるようになってます。ぜひですね、完璧主義を直したいという方はですね、特にね、他人の期待から自由になりたいと親も含めてって方は、概要欄の方から完璧主義の取説で見てみてください。それでは、またね、次の放送でお会いしましょう。ぜひね、概要欄の方の本とか
かどうかもチェックしてみてください。それではまた次回、バイバイ。